海外でも確かな支持層を確立している唯一無二のロックバンド、ディル・アン・グレイ。メジャーデビューから現在に至るまで進化を遂げてきた5人は、私たちにどんな景色を焼き付け、魂に何を刻み続けてきたのか。その独自の世界観を私たちに伝え続けてきた彼らの魅力に迫る。ベースのトシヤ以外の4人が、一緒にバンドをやってて、で、まあ、そのバンドが解散するってなって、また、新たにメンバー探し出して、各々がやりたい人間、まあ話していったら1人省いて4人が集まったっていう。で、まあ、トシヤとは友達だったんですよね。で、まあそのメンバーが集まってやろうかと。当時彼ら4人が一緒にやってたバンドっていうのがものすごい、なんかこうなんかこうこういう勢いがすごいあって、自分もすごくこうできたら一緒にやってみたいなと思って声かけたのがきっかけかな。そうですね、当時よく対バンしてたバンドがあって、そのバンドの曲にディル・アン・グレイっていうタイトルがあったんですよ。正直そっからです。でずっといいなと思ってて、どうかなみたいな感じだったんですかね。多分候補が2個ぐらいあって、僕もう1個の方押してたんですけど、3対2で負けましたね3対2で負けてディル・アン・グレイになったっていう。はい。1999年 XJAPAN の YOSHIKI プロデュースにより、アクロの丘、ザン、ゆらめきのシングル3枚同時発売で鮮烈なメジャーデビューを果たす。3枚全てのシングルがオリコンチャートのトップ10へランクインする。変わらなくて忘れたくて揺らめく言葉がいい愛の君に Say you get my life の中 Say thank you デビューシングルがそれこそその YOSHIKI さんプロデュースでデビューして、まあ、楽曲にピアノも弾いてもらって、まあ、その時はもう思い残すことはないと思って、もう死んでもいいって思いましたね、その時は。それまで本当まともなスタジオで撮ったことは1回2回ぐらいしかないぐらいな、あともう宅録みたいなところで撮ったりとか、そんなのだったのが、なんかどえらいスタジオを連れてこられたなみたいな、なんかね、考える間もなく、なんかデビューのシングルを取りにましょうみたいなところに行ってましたね。1年ぐらい前。あれ、もうですか。全然入ってなくて、あ、そういうかあったな。ヘビーメタル、プログレッシブロックなど様々な要素を持つ彼らのサウンドは常に変化し、聴く者を新しい世界へと誘ってくれる。そんな独創性に満ちたサウンドはどのようにして生み出されるのであろうか。自分たちの追い求める表現を常に模索し、探求し続けている彼らの創造性に迫る。やっぱね、20年以上やってきて、刺激っていうのがね、もっともっと求めていかないといけないところで、もうこうじゃないといけないっていうような作り方じゃなくて、いろいろ試してやっていこうっていう中で、最終的にどこにもカテゴライズされないディル・アン・グレイオリジナルのものではないといけないっていうのはありますよね。まあ、時代を追ってその都度まあ変わっていってるんですけど、まあ、今はもう普通に自分自身が単純にいいなと思える
楽曲を作っていこうと思ってますけど、その時その時で自分が絶対いいと思える音を入れることと、絶対的にこう楽曲を好きになって愛することかな。まあ、全体的にバランスを見ている部分と、聴き手になった場合どう感じるかとか、まあ、いろんなものがまああるんですけど、まあ、何回もやっぱり曲を聴いて聴いて、その曲がどうなのかっていうのをまあ繰り返してる感じですかね。ずっと聴いていけるものっていうものは心がけてるんで、で何回聴いてもその面白い曲というか新たな発見があるとか、なんかまあそういうのは気にしながら作ってますね。大体もう20年ぐらいやってると、そのスタイルってできてくると思うんですよね。この人って言ったらこうだよねみたいなとかもうないんですよ。自分しか持ってないものを貫くスタイルも、まあもちろんすごくかっこいいし尊敬もできるんですけど、うん、なんかそれに守られてる気もしてて、なんかそれやっときゃ俺でしょみたいなとこも、なんか僕はあんま好きじゃないっていうか、僕のスタイルではないんで、その時その時で変わってくるものをダイレクトに表現したいから、音楽に関して自然と出てこなくなったら多分やめます。あと自然にできなかったりやらされるようなことがあったらやめます。時代と作品ごとに変化を遂げていったディル・アン・グレイの音楽。彼らが音楽という表現で伝えていきたいこととは何か、彼らの奥底にある一貫したメッセージとは。メッセージはもう単純にやっぱこう痛み、生きるってこう大半は辛いことだと思うんですよね。そういう、うん、怒りのパワーを生み出したものっていうのが結構自分たちの音楽なのかなと思ってるんで、あの明るいものとかすっごい僕苦手なので、向かないっていうか、なんかイライラするんですよねどっかでそんなあのいいことあるわけないっていう感が常にあるんで、なんか作り物見てるみたいであんま好きじゃないかな。まあ、そういうのは歌詞とかで現れてると思うんで、まあ特にドラムで痛みを表現しようとかそういうのは思ってないですけど、まあそれは人それぞれなんで、これが正解だとかそういうものはやっぱないんで、自分自身にもやっぱその負な部分、そことやっぱ、向き合いながらものを作っていってる感もあるんで、誰もが持ってるような部分っていうのを蓋をせずに、まあ、うまく表現できればいいかなとは思ってますけど。その痛みを感じるっていうことは生きてるってことですよね。そこから希望にこう変わっていくというか、最終的に生きるってことかなっていう。生きてるか、しっかり生きてんのか、やがってこい。伝えたいものがあるから原動力になってるとは僕は違うんですけどね。ただ生きてるだけですそうだな、生活の中でのもう怒りと悲しみかな、もう単純にもうその2つだけですね。その2つを表現できたら救われる気がする、自分が。
聴いてくれる人だったり、そのライブ見に来てくれる人がいたりだったり、まあ、そういうファンの方たちが原動力になってると思いますね。負けん気っすかね。負けないっていうか、まあもうなんとしてでもやるんやみたいな。自分もやっぱ弱い人間なんで、負けそうになると逃げたくなるし、できなくなるとやめたくなるし、でもまあそこを絶対に自分はこう負けずにやり遂げるっていう気持ちだけですかね。まああとはもちろんメンバー4人との向き合い方もあるんで、4人の人生も背負ってるし、俺の人生もあいつらが背負ってるし、まあそこのなんかその、覚悟というか、そういうものだけでやってるところあります。まあ、一番ライブやと思ってるんですよね。ライブが一番その生で共感できる、伝えれる場所だと思うんで、やっぱそこを目指してやっているかな。1997年の結成以来、20年以上ステージに立ち続けてきた彼らを突き動かすものとは、ライブパフォーマンスとは、彼らにとってステージそのものとは。歌いたくなくなったらライブ中でも歌わないし、なんかこうツアーとかやっていくと、この曲でこんなことしてたなとか思い出してやったり、なんかこうこういう歌い方この間やっててよかったなとか、それを思い出してやるのはあんましないっていうか、とりあえずもう自由な感じっていうか、その時の自分を 100% 出すっていう感じですかね。もう絶対的に自分に素直でいること、人間としてのこの波があるから、それをこう必ず完璧なパフォーマンスっていうのは俺はできないと思う。毎回同じパフォーマンス、毎回同じ演奏、そういうものをやれるんだったらもう俺じゃなくてもいいだろうと思うんで、ただその日の自分の限界値には必ず達せられるようには頑張るというか、そういうところはなんか自分に素直でいたい。なんかやっぱライブってやっぱもうバンドのなんか全てというか、自分の中でやっぱもうそこに立ちたいからバンド始めたわけで、まあ、あのライブハウスの空間とか、あそこってやっぱ非日常の世界でないとダメだと思ってるんで、あの昔以上にそのステージに立つことに対して、ステージをすごく神聖な場所っていうふうにもう昔より思うようになったというか、すごく昔より緊張するようになったんですよね。なんか普通のテンションでは行きたくないっていうね。まあ見てて楽しめるような意識はしてます。まあでもその手の動きとかそういうのはすごい意識して、あのすごい考えて作ってますけど、まあ自分と向き合う場というか、いい自分と嫌な自分とをが出てくる場なんで、そこと向き合う場みたいな感じですかね。
今までのライブとかでもやっぱ思い出に残ってるのってほとんど僕ないんですけど、怪我した時とか、なんかその耳が聞こえなくなった時とか、もう声が本当に喋り声も出ないぐらいカスカスになった時のライブとかは残ってるんですけど、自分の中でこう満足感とかがあったライブっていうのはなんかその時だけではないですけど、うん、やっぱむしろ不甲斐ないライブとか悔しかったライブとか結構覚えてるなっていうのがありますよね、うん、でもそういう時のライブの方が歌も歌えてないんですけど、自分の中でなんかこうやりきった感が普通のライブよりはすごいあったかな。なんか楽しくなってくるんですよね、こういろいろやってると自分の中でなんかできることがいっぱいこうストックとしてあるわけじゃないですか。この時こうなったらこれができるとか、選択肢がなくなった時に自分はどうやってその道切り抜けんのやろうってなった時に楽しくなってくるんですよね。いい思い出より悪い思い出の方が残ってないですから、記憶に。僕そういうタイプなんですけど、なんかあの食べ物とかでも美味しいものを食べると、あ、また食べたいなとか思うんですけど、まずいもの食べた時の方が記憶にやっぱすっげえ残ってるんですよね。一回味のないカレー食べたことがあって、カレーの味するんですけど味がないんですよ。コクゼロみたいなカレー食べたことがあって、それが記憶に残ってるから、だからそれに近いっていうか、味ないんですよ。匂いカレーなんですけど、そういう方が残ってるから、ライブとかでもなんかそんな感じなんですよね。いいライブのことを例えばずっと覚えてたら、そこを目指してしまうと思うんですよね。それつまんないから、逆に残んない方がなんかこう模索できるっていうか、一緒のことしなくて済むっていうか、だからまあ良かったのかなっていう。そうですね、やっぱ袖にステージ袖に行った時にすごくこう切り替わる感じはしますね。うん、まあ、なんやかんやその日によってね、バタバタすることも多いんで、うん、ステージ上がる前5人集まった時かな、うん、緊張してますけど、もう100回あれば100回緊張します。なんなら101回ぐらい緊張してるかもぐらい、なんかすごい緊張しますね、はい。僕はもうドラム座って叩き出したところからです。ドラム叩く前の普通に登場してドラム座ってる時はまだただの一般人です。ん？まあ言い方変かもしれないですけども遅いですよね。まあそうですね、遅いですね。帰りももう最後のパーンってやった瞬間からもう変わってるんで、だからもうスティック投げてる時とかもう全然ただの人です。SE になって出ていく10秒前ぐらいまで何も変わんないですよ。始まる5秒前まで寝ててもいいぐらい極端な話。リハーサルあんま僕しないですけど、照明さんとか PA の人がいないと困るので行ってるだけで、行かなくていいなら5秒前入りでいいんじゃないですかね。スタートの東京とかも本当はライブハウス1個に絞りたいですね。ディル・アングルはこの箱しかライブやりませんってして、その前に引っ越したいです僕。5秒前入りなんで、もうみんなも入ってるじゃないですか。S になり始めたら家電話来て行くみたいな、一番もう僕の
はい、夢っていうか。ステージに立つために他の時間があるって言ってもいいぐらいですかね、全てのことが、うん、誰にでもね立てるわけじゃないですし、限られた人間だと思うんで。もともとバンドをやろうと思った時にやっぱこう音源作りたくってライブというかバンドを組んだつもりはないんで、最初からねライブがしたいから音源を作って、あくまでもライブっていうものに一番自分が力を入れてるっていうところかな。昔はライブがやりたいから音源作って、うん、ライブやってたんですけど、今はもうライブも結構ないんでいろいろ考えるんですけど、できたらいいなとは思うんですけど、まあ、ないならないで別に、まあうんいいかな。アルバムとかその音源で出したものをもっとより深く見せれる場所かなとは思ってますけど。正直昔ほどライブがすごい楽しい、もうライブしたくてしょうがないみたいな、そういう感覚は昔ほどはないんですよ。本来は意気込まずになんか自然とフラッとこうステージ上がってフワーッとやってフワーッとなんか終わってるのが多分一番いいと思うんですよ。でもやっぱやっていけばやっていくほどその一つのライブの重みというか何かを見せないとっていうか、うん、そういうなんか気持ちが強くなってくるんで、自分にとってはそこをなくしてしまうと何もなくなっちゃうんで、すごいこう大事な部分なんですけど、しんどい部分でもある感じですかね。そういう意味で言うと人生みたいな感じですかね。彼らを語る上で欠かせないものの一つであるミュージッククリップ、その過激さゆえにメディアから規制がかけられることも多いが、それでも彼らが映像を通して伝えたいこととは。基本僕たちの PV って今まで近藤さんっていう方の PV が多いんですけど、撮る前に監督とかと打ち合わせして、まあ、歌詞のイメージだったり監督の持ってるイメージだったりとかを合わせていき煮詰めていくんですけど、でその監督がまたそのイメージを汲み取って、その監督のフィルターを通ったものがまた返ってきて、でそこでまあ話し合いをしながらこう進めていく感じですね。まあ、逆にイメージしてなかったものとか自分たちでイメージできないものの方が面白いかもしれないですね。そこは見たことのないもの、やったことのないものだったりっていうところを選んでやってることが多いかもしれないですね。
カメラの方向は今日こっちからなんですけど、必ずしもこっちじゃなくて背中向けたりとか横向きはありで。割とその自分たちでもこうだっていうものが出てくる時もあれば出てこない時もあるんで、単純になんかこう赤とか流れてるイメージとか、なんかもうそういう分かんない時あるんで、うちらでも一つだけでもなんかポンと出てきたものが見つかればそこからこう意見をこう出し合うみたいな感じですかね。やっぱまあ発信は自分たちですけど、そこにこう行き着くためにこうどんどんその輪が広がっていく感じは、もうディラングに関わってくれるスタッフさんがいないと成り立たないかな。プラスアルファがものすごくこう今のディラングレを作ってるのかなと思いますけどね。まあ、音楽の部分に関してはもうほぼ 99.9% もメンバーだけで作って、まあ、映像はやっぱ監督あっての、表現方法なんで、まあ、すごいそのメンバーと監督の信頼性がすごい大切なんじゃないですかね。やっぱ楽曲があった上でのそこを演出するものっていう感覚が強くて、楽曲から派生した何かみたいな感覚にはやっぱなるんです。もちろん自分たちが表現したいものをそこで表現するんですけど、純度がやっぱちょっと違うので、その楽曲の次ぐらいにこう表現の一つとしてあるみたいな、まあイコールでやっぱないかなと思う。本当にその歌詞の沿ったものだったりとか、逆に全く違うイメージのものだったりっていうのも作ったりしてきたんですけど、またそれによって楽曲の角度が違ってくると思うんですよね。でも本質的なところはやっぱ楽曲のもっと奥底にあるから、そこに行くための映像だったりすると思ってるんですよね。でも単純に映像はもう視覚に飛び込んでくる痛みで、で音楽、音に関してはもう、 こう聴覚にこう襲ってくるような痛みなのかなと自分は思ってるんですけどね。この2つがないとディル・アングレーの世界観は成立しないのかなと思ってますけど、まだ誰もこう着手できてないものに手を出したいなと思いますけどね。まあ、よりその楽曲の深いとこだったり歌詞の世界観だったりをより明確に表現するためじゃないですかね。曲のだったりバンドが持つテーマっていうのはね、別に大きく変わるわけではないですけど、だからって毎回ねなんか痛々しい映像ばっか出てくるクリップ見たってしょうがないですし、その時その時でやっぱ何か面白いものだったり、自分たちがね面白いと感じるものだったり、何か表現したいものだったりを、まあ、作るってる感じですけど、だからミュージックビデオ一つじゃなくてもいいと思うんですよね。あ、うん、違うバージョンがあってもいいと思いますし。あ、なるほど、うん、もっとやっぱイメージも広がりますし、それで、うん、音とか歌詞をより分かりやすい形で出してるってだけで、僕の中ではそんなに、まあ見てて刺激がないと意味がないと思うんで、伝えたいことってそこに答えはないんですよね。なんか本当に10人いたら10人捉え方が違うと思うんで、それぞれの中での答えを見つければいいんじゃない。
そのワンマンやるにもやっぱそんな予算もないんでセットとかね作れないですけど、なんかやっぱ欲しいっていうので東急ハンズとかで発泡スチロールとか買ってきて、あとなんか 花のなんか増加すかとか針金とかなんかいっぱい買ってきて、その家でみんなでセットを作ったりとかしてて楽しかったですね。なんかね、うん、よく聞かれるんですけどね、パッと出てこないですよね。大体家帰ってからね、あーってなると思う。本来なら今月とか6月エヴァンゲリオンが公開やったんで、俺大好きなんで、わもう終わってしまうっていう、もう早く見たいけど見たら終わってしまうっていう、なんかこう葛藤の中、この今年入ったぐらいからこういたんですけど、まあ延期になって見れなくなった分ちょっと嬉しがってる自分がいるというか。あ、その気持ちをまだ無理そうそう、まだ終わらないっていう。古典やるきっかけはまあ、ちょっと俺数年前から手があまりこう不自由というか、ピックをちゃんとこう持ってギターを今も弾けないんですけど、ここにテープつけてとかやってるんですけど、まあ、それのリハビリの一種として絵を描き始めて、ちょこちょこ描き始めたのを展示してみようかみたいな、話からそこまで膨れ上がっちゃったんですけど、幼少期の頃によく見てた夢があって、天か地もわからない真っ白なところにいるんですよ。すっごい遠くからなんかすごい粒々の点々みたいなのがこうちょ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 って見えてくるんですよ。これなんかもうすごい大群みたいなのがうわーって来たなと思ったら一瞬で真っ黒にバーってなるっていう夢を毎晩見てたんですよ。でそってもう目が覚めるっていうか、その先は一切なくてそこで必ず目が覚めるんですよ。その先ってどうなってんだろうみたいな、どうだったのかっていうのをまあ想像ですけどね、してみて書いてるみたいな感じです。だからその当時の自分の脳の中に潜り込んでイメージしてみようみたいな感じです。いや、なんか書き始めた時とかは違う脳を使ってるような感覚がして活性化されるんじゃないかと思ってたんですよ。違う感覚で曲を作ったりとかできるんじゃないかなと思ってたんですけど、いやむしろ曲よりできなくなってきちゃったみたいな感じでなんかこう、良かったのかどうだったのかみたいな。中学1年からバンドを始めたんですけど、 X がすごい流行っててクラスでも、でも YOSHIKI さんとかすごい存在感で、あもうドラムやるならこの人みたいになろうとその時決めて、もうそこからずっと YOSHIKI さんはリスペクトしてます。まあ、大阪でスタジオで曲作りとかしてたんですけど、なんかコンテナみたいなスタジオがなんかあって、そこでなんか 3、4 日寝泊まりしてみんなで作ってたイメージがありますけど、貸し切りで、そこにあの毛布、みんなで毛布かぶって寝泊まりしてましたけど、いやなんで合宿してるのかなと思ってました。スタジオ大阪なんで普通に家帰れるんですけど、なんでわざわざ泊まってたのかなとは誰もが思ってたんじゃないですかね。まあ、いろんな昔から好きだった人たちとかがずっと昔のスタイルでずっと貫いてるっていうところにあの美学を感じてたんで、僕もそういう感じで行こうと。まあ、もともとその構想自体はもう何年も前からあって、バンドがそういう別の活動をするっていうのは割とタブーな感じだったんで、まあ何も行動しなかったんですけど、その2012年とか13年ぐらいになんかやってもいいんじゃないかっていうことになりまして、まあそこからじゃあやってみようかなって思った感じです。まあ、そのテーマがあの天界から見た、まあ、人間のいろいろなことっていうのがテーマなんで、まあ、そういうのを表現してます。ドラムの組み立て方だったりとか全然ディル・アングレーと全く変えずに、まあ、自分から出てきたものをあの表現してるだけなんで、まあ、そういった面ではまあ、なんかディル・アングレーのドラム考える時もなんかその割とちょっと影響を受けてたりするかもしれないです。
セラフって結構自分でいろいろ進めないとダメなんですよ。いろんなブッキングだったりなんだったり、結構自分でやるのすごい楽しくて割と好きでやってるんですけど、まあ、そういうのを見て、まあ、ディルのこういう裏のあれを見ると、まあすごいやっぱディル・アングレーすごいなとは思いますけどね。音楽自体にはそんなにこうあんまり興味もなかったんですよね。聞くのは好きでしたけど、あのバンドとかそんなのよく分かんなかった、まあ、高校に入って先輩たちがやってるあのコピーバンドの、まあ、ライブをその、まあ、文化祭みたいなああいうのに無理やり友達に連れて行かれて、まあ、それがもう自分の中でも衝撃、やっぱ生でやってるこれがバンドかっていうのを初めて見て、それまで全然興味はなかったんですけど、もう見てる最中になんかやりたくて仕方がなくなったって、で終わってもうすぐその友達にバンドやろうっつって、ほんで余ってるのがドラムしかなくて、最初ドラムやってましたね。家で一人でリズム叩いててもおもろないんですよ。でギターってまあアンプ鳴らさんでも、まあ、メロディー楽器なんで、でやっぱそっちの方が自分の中でこうピンときたっていうか、まあ、デビューの時は一日中あのレコード会社の会議室でポスターにずっとサインひたすらサインを書いてたりとか、で撮影もその入りが朝6時とかで、そこからメイク1人3時間ぐらいかったんで、ほんでまあ終わりが大体てっぺん超えてるんで、まあそういう、まあそれがよく覚えてますよね。普段生活してる中で自然と耳に入ってきたり目にするもんだったりする、まあ日本の音楽シーン、まあ平和やなと思います。まあ音楽面でいうとそのディル・アングレーではまあできないことだったりっていうのをやってみたいなっていうのもあったり、まあディル・アングレーという看板がないところで自分がどれぐらいできるのかなっていうのもあったり、修行的なところもありますよね。うん、自分の中でね、うん、チャレンジというか変えないといけないっていうのが結構強く最初思いすぎて、なんか逆に何やろな、自分らしさっていうのがなんかこうどこなんだろうみたいな、でまあやっていく中でやっぱ自分らしくいるのが一番だなっていう、うん、思うようになりましたね、そのちょっと続けていく中で、はい、うん、単純にもともとはギタリストになりたかったんですよ自分は。まあなんか向いてないなと思って、その時どうしようかなと思った時に、なんかこうベースっていう楽器になんかものすごくこう惹かれたというか未来があるような気がしたんですよ。ギターヒーローって呼ばれる人たちはいっぱい浮かぶんですけど、ベースヒーローってなんかこう印象にないなと思って、っていうことはなんかこう自分でもこう入り込めるそういう隙間があるのかなと思って、じゃあベースやってみようかなっていう感じでしたね。まあ、結成するにあたってあのメンバー4人があの自分の地元までこう迎えに来てくれたんですけど、その時ちょうど冬 で雪がまだこう残ってて、ら彼ら関西なんであんまこう雪に馴染みがないみたいで、雪を見てなんかこうキャッキャ言ってたのがすごい印象に残ってる。自分絵が好きで絵画が好きで、はい、あのヴィンセント・ファン・ゴッホと、はい、あとフランシス・ベーコン、はい、この二人がものすごい好きなんですよね。単純になんかこう狂気じみてるんですよね絵の世界が。単純にすごくこうファッションと音楽ってやっぱこう切っても切れないなんかこう密接な関係だと思うんですけど、音楽も自由であるべきだと思うのと一緒でファッションも自由であるべきだなと思うんですけど、なんか自分が発信することに対してみんな右向け右なんですよね。なんかねそういうのがこう好きじゃないというか、もっとこう主張していいんじゃないかな自分を。結局洋服やっててもなんかね最後にはなぜかこう音楽の方に行ってるんですよね。なんか全然違うベクトルのはずなんですけど、なんか最終的にはなんか音楽だったり
バンドの方に行ってる感じがするかな。うん、たくさんいますよ。今となってはもうこの人とか別に絞ったりもできない。まあ若いうちはなんかこう憧れてた先輩みたいになりたいとかいろいろあったんですけど、20年近くかな、目指さないようにしてるっていうか、素の自分でいるっていうか。鬼滅の刃、はい、あるじゃないですか。読んでないんですよ。めちゃくちゃ売れてるじゃないですか。普通あっこまで売れてたらなかなかやめさせてもらえないと思うんですよね。いろんなしがらみだの、今後の自分の生活とかいろんなものがあると思うんですよ。それきっぱりやめてこの間終わったんですけど、なんかすごいなと思って、そのパワー感っていうか意志の強さっていうか。だから次関わる漫画がもしあるなら読もうかなって思ってるぐらいですかね。いや、なんかやりたいことが常にこうダダ漏れてる状態だったんで、もったいないなと思って。あとはまあ後悔したくなかったっていうか、いや僕ないと思ってるんですよね。逆になんかこうストレスが減ってる分、そっちでディル・アングレがめちゃくちゃ好きな人とか、そのスケキオっぽいことをディル・アングレに持ってくるなみたいな人とかもたまにいるんですけど、そんなつもりもなく、その前に僕なんでっていういやこれディルでもできるやんみたいなとかもいるんですけど、いやできないからやってるんですよっていう、何基準でディルでもできるって言ってるのもよく分かんないですし、できることは逆にやってないから、やりたいことがどんどんできてるっていう部分ではストレスは減ってきてるかな。カテゴライズされない音楽性で海外にも熱狂的なファンが多いディル・アングレイ。これまでアメリカ、ヨーロッパ、アジア各国でツアーを成功させてきた。彼らが見た海外とは。そのインターネットがね普及してきて、海外にいる人たちにもこう日本の文化を知ることができて、まあ、そこがやっぱ一番じゃないですかね。ちょうどドイツからお話が来て、すごくこうディル・アングレイを待ってるお客さんがいっぱいいるって言われて、正直全然半信半疑で、なんかそうやって言ってもらえるのはありがたいけど、そんな知ってるみたいな感じだったんですよ。何回か断ったんですよ。わざわざこっちまで来て、向こうの人がいきなり3000ぐらいのキャパをもう用意するとか言われたんですよ。いやちょっと待ってくれ待ってくれとそんなとこ絶対入るわけないし、ぶっ飛ばしすぎじゃないかと、俺らのことをちょっとでかく見すぎと言ってたんですけど、それがチケットがもうなんか何分かでもうソールドアウトしたっていう話を聞いて、行ったこともないとこでそんな人が集まるって俺らどうなってんねやみたいな、まあそんな半信半疑の状態でドイツに行ってみたら、すごくたくさんの人たちが迎えてくれて、もうヨーロッパだけじゃなく世界各地からもう初めてその海外でアジア圏でのライブだってことでいろんなとこから来てくれてて、まあ痺れましたよね、ちょっとね。まあ、今って割と海外ってすぐ行けるじゃないですか。当時まだそこまでじゃなかったんで、まあ多分その海外の人たちはまあこれを逃したら次いつ見れるか分かんないみたいな感じだったんじゃないですかね。うん、まあ、こんだけ応援してくれる人がいるなら、まあちょっと行ってみようかみたいな
感じですかね。日本語で思いっきりこう歌ってる人たちを毎回見るたんびに何か伝わってるのかなって本当に素直に思うし、どういうふうに僕が歌ってることが伝わってるのかも分かんないですし、まあ向こうの言葉で歌ったりもしてないから日本語で歌うしかないっすよね、うん、でもまあ一生懸命勉強して何か何歌ってんだろうとか調べてくれてる人もいると思うんで、その人の暇つぶしにでもなればうんぐらいですかね。海外をこう目標にしてとか意識してやってきてなかったけど、見てくれてる人は見てくれてるなみたいな。ツアーバススタッフメンバー、アメリカの場合はマックス12人、メンバーとスタッフ入れて12人の中で1台のバスで、まあ、全米回らないといけない。当然日本からはもうそのマネージャーとかも日本のスタッフもほとんど行かないですし、基本的にはバスに乗って会場に着きライブをしてまたバスに乗って次の会場に行きライブしてバスに乗ってですね、日本より全然いいですね。起きたらもう会場っていうとこが、まあ日本だともうそんな会話することもなくなってくるんですよね、まあ、20何年も一緒やんで、メンバーずっと一緒にいるんで、向こうだとまあ意外とまあよく喋るというか、まあそれいないんでメンバーしか割となんか喋ったりするんで、いいなんかこうサイクルでこう海外のツアーが入ってくるといいかもですね。ああ、なるほど、うん、僕バスから出ないんで、自分のあの1畳ぐらいのスペースで、高さがこれぐらいかなの箱みたいなカーテンに仕切られてるんですけど、そっから出ないです僕。オフもでほぼ出ないです。いや、なんか歴史とか興味あったらね楽しいし、なんかいろんな風景見てなんか癒されたりする性格だったらよかったんですけど、どうでもいいんで、だからそこでこう旅行気分で楽しめてるなら、あのディルハングレーやってないですね。やっぱ今ってちょっとツアー回るにしてもこう日本の規模じゃ回れてないんで、それこそ日本のホールツアーでやってるような感じのを見せれればなとは思ってるんですけど、なかなか難しいですね。自分たちだけでね回るツアーすることが多いんで、まあ、昔みたいになんかこうフェスツアーとか何番とかね一緒に回ったりとかしてみたいなっていうのはまあ個人的ですけど、うん、ありますね。もうでもね、その昔行き始めた時のようになんか向こうでなんかでかい会場でやってやるとか、なんかこう受け、たくさんの人に聞いてもらいたいとかあんまないんですよね、まあ、もちろん日本もそうなんですけど、あんまりなくて、ファンがいるからやっぱり行くっていうのがほぼそれですね。極力行かない方向でお願いしたい。今の時代だったらもう家で俺歌うからリモートでやってくれへんかなみたいな
本気で歌いますからね、家でもね。ファンの方が嫌だってわけじゃないですよ。大好きです。インディーズの頃になんかそういうインタビューみたいなのがあって、その時に自分が言った言葉があるんですけど、それは今もすごくよく覚えてて、とりあえず転がっていたい、どんな形であろうとそこに立ち止まりたくはない、どうせ止まるんだったらもう前のめりに倒れたい、そしたらなんかまた転がりそうな気がするし、うん、もしやらなくていいって言われたらやらないやらない、うん、でも待っててくれる人がいるからやる。その楽曲制作に関しては特に変わりはないかなと思ってまして、ライブとかのやり方はこれからコロナが収まったとしてもちょっといろいろ考えていかないといけない問題なのかなとは思ってますけど、どう転んでも多分なんだろう、今よりもやっぱこう規制が必ず強くなってくるのかなとは思いますけどね。それは音楽もそうだし映像もそうだし、まあ、確実にこうやれることとやれないことの線引きがはっきりするんだろうなとは思ってます。その代わりなんか本当に自分たちが表現したいものに関してはやっぱ自分たちの持ってるコンテンツで配信というか流す形になってくるのかなと思いますけどね。うん、お互いにこう成り立つものを作るっていう方向に持っていくしかないんじゃないかな。その作るもの自体が変わるかって言ったら俺は変わんないとは思うんですよ。でもそのライブ できないのに曲作ってどうすんだみたいなね、いうところにもいっぱい行っちゃうんですよ結局考えが。その時はそういう状況下の中で作るものっていうのはその前とやっぱ違うと思うんですよね。物を伝えるっていうことの価値観は相当しんどいのかなとは思ってますけど、まあそこはでも探りつつ一歩一歩なんかそこに近づいていくように進んでいくしかないのかなっていうしか今は言えないですかね。なんかね、何かやっぱこう、うん、表現できる場を作っていかなきゃなとやっぱ思います、うんうん、多分そのコロナが終わってももう元の世界には戻んないと思うんですよね。感覚的なもんにもいろんなものが、うん、だから柔軟にいろんなものにこう対応していかないとダメだなと思ってるんで、プラスに考えればいいタイミングっていうかいいきっかけになったっていうか、うん、いつ何が起こるかわからないし、絶対あるものいつまでもあるものってやっぱないし、うん、まあだからこそ 100% 何でもやりきんないとダメだなっていうのは常に思いましたけどね、うん、動画配信サイトでメンバーねそれぞれが自分たちの楽曲中からセットリストを組んで配信したりとかしたんですけど、まあ当然メンバーもリアルタイムで聴いてたんですけどね、すごくなんかそのファンと一緒にこうそれを聴いてるメンバーも聴いてて、これも一つのなんかライブの形なのかなっていうか、すげえライブ感を感じたんですよね、うん、ライブを見たい、メンバーもライブやりたいっていう、なんかそういう思いをこう持ちながらこう曲を聴いてたっていう、ファンと同じ気持ちで、うん、曲を聴いてたっていうか、やっぱりねステージの空気感だったりっていうのはやっぱここでしか味わえないんでね、
あそこに立ちたいなと思いますけどね。その続けてきたことの財産というか価値というか、一人一人聞いてくれてる人たちの中にちゃんと自分たちがこう存在してくれてるのかどうかっていうのが確認できた時かなと思うんですよね。そういうのがその今回まあこういうねコロナの状況の中でまあネットを使っていろいろこう企画したりとかしたんですけど、そういう時の反応がやっぱで分かったのがやっぱすごくこうディランウェイっていうものを自分たちの生活の中の一つとして何かこう大事な存在としていてくれる人たちがやっぱ多いんやなっていうのを感じたわけですよ。でそういう時に自分たちの価値というかね存在というのがなんかよく分かった気がして、うん、ディラングレートはって言われたらもうちょっともう分かんないんですけど、そういう人たちが何人もいてくれてるっていうのはまあ、続けてきてよかったなとやっぱ思いますね。本当に最初一人だったのにものすごい多くの人たちと出会って、だからディラン・グレイっていうのは自分にとってはあの時一人だった自分と世界をつないでくれた大きなコンテンツかな。やっぱもう人生の半分以上はディラン・グレイで過ごしてるんで、人生そのものじゃないですか。まあ、生きることっていうか、一番まあ自分がかけれるものですかね、生活の一部ですかね今はね。